第16期女流岡 A リーグ実況の鳥谷幸則でございます。解説は藤島健次郎が務めます。藤島さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは対局の準備ができているようです。第16期女流岡 A リーグ第3節 D 卓4回戦東杯の開始です。立ち合い人広柴田の合図によって対局が開始されました。さあ、4回戦ちいちゃから魚谷、なんちゃだて、シャーチャ東、ペーチャ、和屈の並びで始まりました。4回戦トン一局ドラローマンです、うん、親の魚谷の敗敗、デキメンツはありません。あまり良くないけど1、2、3が見える。はい。さあ、第1打はどこから。数層からです。なんちゃだて、かなり整ってますね、はい、ちょっと配線良くなってきましたかね。はい、期待しましょう。シャーチャ東、デキメンツはありません。八尾中は8枚。和屈ペーチャです。チュンとシャー、ドイツ、ソーズで一メンツ。お、3万だ。はい、ペン3万が入ってくる。これはやる気になるね。トンかチーソーか、はい。パーマンもあるか。チーソー、一番シンプル。スーチーソーと払っていきます。第1打、第2打。ドラ受けができた。これは伊達さんは一応、ドラさえ引けば勝負手ですね。はい。さあ、藤島さん、3回戦終わって、そうですね、名前上の数字が変化ですが、まあ、伊達さんの一人沈みにはなってますけど、伊達さんね、はい、今3回戦トップ取りました。取りましたね。少ないチャンスをね、ものにして、はい、なんとかトップ取りましたね。まあ、最終戦もね、引き続き期待したいと思いますね、はい。まあ、53まだ負けてるんでね、トータルでも。東がドラを仕掛けます。全順ドラドラになって枠つからドラが放たれました。枠つはこのポーチ。うん、順ちゃんも見える。シンプルにポンですか。さあ、ドラポンが入った状態です。そうすると伊達さんの手にはほぼほぼ価値がなくなりますね。うん、なるほど。うん、東のドラポン。まあ、和屈さん駒が足りてるんで仕掛けるべき牌は仕掛けますね。この何もポンするんじゃないですか、はい、そうですね。和屈は仕掛けていく。ポンして、まあ、同層か9ピンかですけど、9ピンにしましたね。役々本一。あ、大谷さん、いいシャンテン。ペン三層と関連ピン。はい。うん、伊達さんちょっと立ち位置的に難しい。下茶にドラポン。ドラポンにはちょっと仕掛けれる牌は下ろしたくないですよね。チュン重ねた東さんもね、苦しいドラポンだったんだけど、はい、チュンもちもちです。ただチュンがね、もちもちか。現状だと厳しいのか。和屈さんも苦しいのか。和屈は白が1枚切れです。そしてドラを仕掛けている東がシャ、これシャーチュンもちもちになりました。シャーチュンダブルもちもち、はい。そんなことあるの。これはこれね、崩さないと上がりにならない形。しかもこれさ、はい、何ポンしないと両方自分のとこに来たんだよね。今テンパってんの。あ、そういうことですか。魚谷さんが何打たないだけでもしくはポンって言わないだけでね。これはもう両面にしますね。3枚今、はい。なんとシャーチュンもちもちという珍しいもちもち、まあ、そうね、まれにありますが、しかも2人とも勝負手だからね、これ、はい、ポン1対ドラポン。こうなると魚谷さんがチャンス。はい、伊達は下茶に下ろさない。やめてますね。東がドラのローマンを仕掛けています。ローマンを打ったのはこちらの和屈。いや、このシャーチュンもちもちはかなり、うん、かなり厳しい状態ですね。あんまりないですね、はい。両方問い釣らせたんですよね、東さんがね。いや、そうですね、本当にくしくもというそういう状況になってしまった。まあ、でも2人と も, もうこの状況になったら上がり自体は結構厳しいなと思ってるとは思いますけどね、はいはい。なるほど。アハツが来たら、あ、シャーが出た。さあ、これでシャー抜けた。東はいいシャンテン、シャーチャードラをしています。まあね、今度は三原役があるんでね、和屈さんはね、はい、シャーになるのが自然でしたけどね。まあ、本当に受ける突きがあったら白なんですけど、そしたら自身の上がりがね、相当ドラを打っただけのなくなることを意味するから、
伊達はイーソー引いてきて、ここはウーピン。これは東さん一気にチャンス。あ、でもハク今度、今度仕掛け開始だよ。ワクツがハクを仕掛けて、で、ハツは山に1枚いると。はい。あ、山にはいない。のシャンポン。いるよね。ただ逆にサブロース、はい、1枚持ってます。逆にサブロースは今度止まんない。さあ、サブロース対純発シャンポン。羽根満対マンガン。マンガン77か。シャードラ3対ホミツチャンタ小三元。伊達さんは手詰まり気味なのか。何ピン。これは渡谷さんが支配。さあ山にいる。ハツが1枚いる。いや、あ、チーピンだって。渡谷パーピンは手広くはなるけど。はい。3色ではなくなるけど、純ちゃんがつく。そうですね、手広さ重視ですね。手が進んだ親の大谷。あ、ドラが来た、今さら。もう遅いよね。伊達は、はい、手を崩しています。サブローソーはこちら、東。シャードラさん、ワクツは初が1枚、初聞いた。3000-6000。信じられないね、これ。本日ちゃんた小三元、ワクツが上がりきりました。いや、すごいな、これ。まあ、めったに見ることのできないぐらいのちょっとレアケースが重なった曲でしたね、これは。700対1万2000という。福士さんの上がりだけはもう絶対絶望、もう絶望でしたよね。いや、もう初1枚だけです。で、まあ、そもそも違うんです。初が重なる前、シャーとチューン両方持ち持ちだったから、はい、ダブル持ち持ちからの3000、6000でした。福士さんの上がりだけは絶対なかったはずだったんだけど、まさかのね、はい、初が重なって持ち持ちのシャーがポンされた。大打点の角上がりで4回戦がスタート。さあ、トン2局伊達の親番です。ドラはパーマン。ワクツ関数ピンでメンツ1つ目完成した1巡目です。大谷がちょっと、また純ちゃん系です ね、はい、ね、上の3色は全て愚形。東は統一が4つになりました。白が重なる。めちゃくちゃ大きいね、今の羽根マンは。いや、今のちょっと、はい、マクスさんもね、まだトータルでプラスにはまだなってない状況でしたけどね、はい、これでだいぶプレーオフ圏内ぐらいには来ましたね。マクスはもうかなり早い段階でドラのローマンを放っていったんですが、そのあたりも上がりに結びつきました。まあね、難しいんですけどね、ああいう時のドラの扱いっていうのはね、はい、引っ張る人もいるし、はい、まあ、早めに打つ人もいるし、まあ、順調、トン流統一だ、はい、っています。ただ大谷さんも進んでる、明確に順ちゃん系が見えてる。数万先打ち、ああ、下、はい、形を決めてきます。そうですね、数万があるだけで打点がだいぶ、はい、安くなっちゃうってこともありますか。あ、カンは嬉しいね、東さん。東はちょっとチートイツ気味なところもあります。ポンしてローマンパーマンですか、それともドラがパーマンだからどうするかだけど、はい、あ、上がりやすさ重視ですね。これはもうドラ切って1000点でもいいってことですね、はい、ワクツが前に出る。9万立てか。4トイツ目、メンツがないから伊達さんはチートイツ方向ですね、はい、あ、東さんもチートイツ1点になった。さあ、重なる範囲探し。あ、東さんはメンツを抜いてチートに決めましたね、はい。うわー、チーマン痛すぎ。あ、これで被るんですね。あ、でもチーマン仕掛けなかったね、大谷さん。はい、そして自分で入れた。かっこいい。入れました、大谷。なんかチーマンだけ動きたくなっちゃうような配置だったけど、これは大谷さんチャンスかもしれない。はい、テンパイ。でもテンパイだ。うまい。なんでローピン残せたの？すごくない？いや、そうですね。7、8、9見るか、純ちゃんを見るか。カンリャンマンとペンチーピンの比較ですか。ピンチャン点は取れますが、といったところ。ヤンマンもションパイ、チーピンもションパイ。難しいな、これ。まあ、カンリャンマンがちょっとよく見えるかな。3万つもぎりからどっちも見る、はい、まあ、イーマンが縦にまた来たら両方つくんで、はい、3万切っとくのがあるかな。イーマン2枚切れ。いや、だけどあれか、イーピン来ないと純ちゃんが崩れちゃうのか。手役を確定させるのは、ここはそうですね、はい、3色の方でしたね。チーピン1枚で、3色が確定するっていうことがありましたか。難しい選択でしたけどね、はい、うん、なんかイーマンの方がよく見えました。さあ、結果的にワクツ風呂2つ目、初に続いて両面の地位転敗です。イースーマン、うん、ただ転敗った時にはイーマンが結構もう打たれてて、ちょっと
微妙だけど、これ伊達さんの今結構危ないかも。あ、ここで今になる枠つの上がり、うん、初1000点。これはちょっとほっと一息ですか。枠さんもね、多発選択ミスった後だったんで、はい、この選択結構嬉しいな。さあ枠つが1000点で順調ですね、はい、もしかしたら今日の勝ち頭まで行くかもしれないですね、これは。なるほど。さあトン3曲です。東の親番、ドラは9ピン。こちらは東のハイパイ。お、マンズが多い。しかしデキメント、あー、マンズ、ウーマンがんこ。まずまずかな。どうなんだろう。一色も見るか。C ピンからです。 C ピンからってことは一色も見たいってことですね。見ましたか、本日。ユタには2メンツ、2差し丸見え。2差しですね、これは。伊達はデキメンツがありません。ちょっとちゃんた系でしょうか。あ、ちょっと痛いな。6チッパもあったから、はい、ローピン引きは痛いかも。さん今回はちょっと悪そうだな。三層つもぎりもあるけど、いいシャンテンにはなった。ああ、つもぎりで役を見ます。うん、いいシャンテン取らずですね、はい。この辺りがね、最近年の大谷さんは結構もう打点をかなり意識してますよね、はい、なるほど。チーマンから動いた、はい、もう一気に本越ですか。カンチーマンの地位です。親がカンチーマンの地位、もうマンズまっしぐらというような捨て牌。うわー、うまい。いいシャンテン、虎の重なり、大谷ありますよ。まあその、はい、シンプルに打っていくと、ここでカンパーピンの天杯が入るんですけど、はい、2差しがね、色濃く見えるんで、はい、どちらにせよ多分取らずになりそうな配置でしたね。あ、これで虎探求はありますか。リーチになる、うん、休め引き、なんかバランスが絶妙ですよね、はい、9ピン山に2枚です、うん、公式ルールにマッチしてるようなバランスですよね、やっぱりこれもね、はい、あ、トン重ねた。でも東がダブトンを重ねました。一気に打点が上がる。ダブトンは山に2枚です。魚谷が積もったら自動的にこれは東のポンになる。あ、また手広くなった。さあ9ピンを引けるか、東が本一を完成させるかといった展開。まあね、9ピンも山々なんでね、はい。ここで山に1枚になった。1枚になったら打点はちょっと今回お休みでしょうか。東さんにチャンスは出てくるけど、ただ伊達さんはね、下茶にマンズの動きがあることでマンズは下ろさないでしょう。はい、ペイはションパイ、ただ白チュンもションパイ、つもぎりですかね。そうですね。そして枠ツは現在この形。まあ降りたいですね、枠ツさんは。ただ2人見ると一応詰まってる状況、はい。東が余る前にマンズということでしょうか。選んだなローマン。あ、なるほど。カンチーマンの風呂で3万が通ってて、はい、自身がチーマン2枚、上のワンチャンスでしたね。6球間に対してはチーマンが3枚見えてるということで、はい、それで選ばれたローマン。一番安全な配置を選んでますね、はい。東の本一、うん、進まない。うん、ペイかぶったの痛かったな。ペイしか選べないんだけどね。9ピンはあと1枚。うん、9ピンはさら来てももう抜いてます。9ピンが4枚見えました、うん、枠ですね。伊達さんも降り、はい、うん、マンズを引いてこない。いや、まっすぐ行きますね、東さんは。白春もまだ山にあります。白がここに捨てられ、ここで、はい、白合わせ打ち。ペイが3枚だった。激痛だね。いや、難しいですよね、1枚目のペイの段階。はい、これは無理なんですけどね。ただね、無理ですが、ペイが3枚来ていた。なんか春も見える。選べてれば一応テンパイが入ってた、はい、ということですね。まず数万、これでいいシャンテンになりましたね。まあ、チュンも白も1枚。ただダブトンはまだ生きています。でイーマンポンでテンパが入る。最後のキューピンがまだ顔を出していない。東はカンチーマンを地位しています。マンズの本一、これは握れの方。あ、タンも何も握れでしたね、はい、ごめんなさい。
1枚あるキューピンを引き当てることができるか、魚谷のリーチ。転敗することができるか、東。現物いない。東さんが何が引けるかもある。あ、テンパった。テンパイです。イーマンとトンのシャンポン。トンってまだ山の中だじゃない。トンまだ2枚います。結局間に合っちゃうとかもあるの。トンが来ると全然打点違うからね。はい、いいぞ。トン山だよ。トン山です。まだ2枚です。魚谷が掴むパターンもある。イーマンも1枚いるね。3山3対1形勢逆転だ。何がいる。ローソー。あと1巡。1巡です。キューピン、なくなった。された。さあ、トンが2枚。トンが2枚。チュン。いや、でも、魚谷さんの。魚谷が背底で打つと。3枚いるよ、まで。1万2000になる。あ、いなかった、ワンパイ。流局です。親の東、そして先生リーチの魚谷2人転敗。いやー、トンも、イーマンも。ワンパイに。はい、ワンパイに。3枚と。東さんはまあまあ親権維持できただけでもはいほっとしてはいると思いますけどね。実は高めのトンが何人かと言うよね。さあ、レンちゃんです。トン3曲、東の親が続きます。まあ、よく押し切って親キープしましたね、東さん、ね、いや、そうですね、うん、トン3曲、一本馬、京卓リーチ号が一本、ドラはパーソーです。東のハイパイ、デキメンツはありません。これは悪い部類。2番からなんちゃら靴。靴もはい、魚谷メンツが、あ、ピンクが3面ちゃんの形。伊達もデキメンツはありません。第1つもがドラのパーソーでした。難しいけど、トンから行った和口さん、この辺もちょっと独特ですよね。はい、なかなか公式ルールではダブトン打ち出すのにはちょっと、まあこれもね、はい、人によってだいぶ違いはありますよね。うん、なるほど。まあ、先に切ってしまうパターンともあるし、まあ、自分の手に結構価値があるようなケース、はいはい、もう前に 出やすい手の時とかは先打ちとかいう人もいるし、はい、あとは小型でもそのなんだろう、なんちゃシャーチャペーチャによって変える人もいる。例えばペーチャでトンポンされたらその後絞らなきゃいけないとかもあるんですよね、はい、だからまあ比較的なんちゃシャーチャの方が打ちやすい。なんポンされてもペーチャに絞らせればいいやみたいな風になるし、仕掛けられた後比較的自由、うん、あとはペーチャに信頼度の高い人が座ってるかどうかとかもある、はい、うん、だからね、単純に手配だけの話じゃなくなってくるんですよね。わ、チーソーは嬉しいね、これ。はい、表示牌の勘チーソーがやってきた。ただ東さんも割と順調、そのはい、和屈はちゃんと三色方向です、うん、まあ、三色はもう見えてるんでね。はい、生まれば高打点。ってことは一旦形は決めたと。大谷はメンツが一つできた。うわ、順調。6チッパの方向、まあ現状ね、はい、まだ6チッパではないですけど、いいシャンテンになりました。あ、東さんもいいシャンテンだ、はい、そうですね、ジャントーがイース、そりゃうんわ。奥さん何持ってきたのかな。スーソー立て、うーん、結婚を持ちたいならつもぎりもあるけど、ここは目いっぱい。はい、熱く持ちました。さんは、うん、いいそうの面、まあまあピンフのみ、うん、選択ありますけど、はい、リャンワの方にしましたね。ウーワンが1枚切れなだけで枚数は1枚少ないですけど、マンズの方が相当安いですね、はい、あ、これ打たれる。ここは宝珠になります。東の上がり、ピンフ1500、あ、ピンフ、そうですね、1500は1800。東レンちゃんです。つな、うん、げましたね、はい。先輩から1曲ピンクの上がりでレンチャン。東さんも今日はとても内容もよく見えるので、はいはい、プラスで帰りたいはずですね。先
3曲日本馬です。ドラは連想、東ドラメンツが早くもできています。1、2、3、4、5と想図は来てます、ね、連携、はい、まずまずいいハイパイに見えますけど、人品から、そして何茶は靴想図7、8、9で1メンツ、魚谷もメンツは1つ、まあ、1つなんか見れるかな。大谷さんとは伊達は第一つのがドラの連想、あ、3万だって。3万引けばもう3万はもう勝負手よ、が埋まりました。一番良さそうにも見える東さんの手が、はい、大谷は1通、ちょっと1通あるからシャアからか、はい、1通と3色の両天秤になるでしょうか。まあ、靴は想図が厚い形でしたが、これは想図1本じゃなくなりそうですけど、はい、一旦3品ですか。あ、貫禄さん嬉しいね。はい、手が進みます。伊達さんも今あんこ、はい、最初のメンツは今のあんこ、うん、あ、これで1通目ができた。これは今とかになりそうだけど、あ、ここは1通をやめます。1通は見ないんだね、はい。そうか、パーピン、シャーもある、スモギリ、はい、まあそうですね、ジャントがないんで縦に1枚欲しい配置でしたね。伊達も一歩前進です。ピンだとシゴロとか出てきますね。あ、東さんでもいいシャンテンだ。これはドラも1枚あるんで、はい、多分何が埋まっても今リーチの構えのような気がします。東ですね。そうですね、はい、伊達さんはいいシャンテン取らず数万保護しましたね。これはいいと思いますね。あ、そういえば一通はマンズの一通がありますね。東さんの配置だと、はい、想像の一通は見切りましたけど、一通からまさかの一通への渡りちょっとまさかですよね。 なんか面白そうに言いましたけど、はい、まあそうです。あ、でもこれはね、はい、サブローマンのピンフドラ、はい、まあ、これこそ一通の手代わり待ちですね。パーマン引いた時だけね、リーチの構え、はい、ここで3万が出ます。東が連続で上がっていきます。枠津の宝珠、ピンフドラ1、2900の日本馬は3500、うん、まあ闇天になりそうです。リーチも全然ありでしたね。でもね、さあ、テンパイ、パーマンがピンフドラ1と2枚飛びだったんでね、東が上がっていきます。トン3曲3本馬です。ドラはローソー、東のハイパイ、ローソーがある、あー、いいですね。あ、ドラメンズできている。今回もいいですね。両面と集まるチーピン2枚、シャーパーですか。これはもう知ってなり進行で良さそうですね、はい、普通は今メンツがなかったように見ました。魚谷1メンツ、伊達も悪い、うん、悪い、いや、伊達さんまたハイパー悪くなってきたな。8種10杯でしょうか。あのメンツができた。さあ、4回戦は東の回になるのか。現在トップは枠津、圧が重なったけどどうするか。伊達はチートイツを作りつつでしょうか。東さんもターツがまだ足りない。リャンソー、魚谷は2差しを見ながら、あ、3層ちょっと裏目だ。東、ドラが、あ、ドラドラになった。ドラドラ、これはチートイツのイシャンテンでもありますね、はい、縦横イシャンテン。さあ、タンヤオ、ピンフ、イーペイコー、チートイツ、東の手が楽しみだ。大谷さんももしかしたらさばきにいけそう。東さんは多分テンパっても何引いてもなんか闇点になりそうなんだよな、はい、ここで親が打点のある闇点、恐ろしいです。チーソーは、チーソーはするね。チーソーなくしてもいますけどね、これね。チーソーチーしてペーペー、はい、5800月の単位に構える人もいる。まあ、ただこれはね、チートイツもあるってことでね、はい、やっぱ強い人は動かないですね、これは。魚谷は3万を引いてきた選択ですけど、まあ、ドラが老僧ってことで関数マンの方払いましたかね、はい、伊達は受けながらチートイツ、魚谷はマンズを払っていく。谷さんも統一が4組か、ちょっと難しくなりそう。
伊達はここでメンツでの可能性も起きますか。チートイツメインで組んでて、はい、メンツをしくっている状況ですね。ちょっと難しい。チャンタでのね、一応メンツでがあるんで、はい、まあ、自敗1枚打ちますか、ここは。あ、タンヤオこれは選択ですね。あたりもありますが、うーん、まあ、カンチーソーがもう弱いと判断すれば、つもぎりもありましたけどね、はい、ここはメンツでにしましたか。伊達は、テイのトイツに手をかけます。伊達、あ、イーソーポンから配信しましたね。はい、伊達が今、イーソーのポン、前に出てきました、伊達です。これは、まあ、ちゃんとも当然あるけど、はい、メンツのキューピン、もしかしたらポンも考えてるのかな。なるほど、翻弄トイトイなんていう方向もあるんでしょうか。うん、イーソーから仕掛けていきました、伊達。少し考えて、初も打っていく、初もポン。そしたら一旦ペイですね、これは。初をポンして、役ができたんで、ペイ2枚切れです。うん、東がペイを落としています。まあ、9万ポンしてからのトイトイ手代わり待ちみたいな感じのイメージですか、これは。うん、もちろんカンパーピンとペンチピンの転配も取るとは思いますね。はい、伊達がイーソーとハツをポンしてイーシャンテンです。そしてドラドラの東はちょっと手がまだ進んでいない。 そうですね、そろそろ終盤が近づいてきた。3万も薄い状況になりましたか。ただチーソーはね、2枚とも山にいるので、はい、まだいますね。伊達リャンマンで止まりましたが、ここは引いた、自分で引いてきた。1万2000転配、東に高打点の転配が入って3万が打ち出された。あ、ここは3万枠津の宝珠になった。タンヤオイーペイコードラドラは1万2000は3本場で12900。これは枠津で痛い宝珠になった。全然通って、まあ、手出しがあったとおりやね、はい、ちょっと絞りきれませんでしたか。全順3万はそうですね、切っていました、まあ、これは伊達さんの仕掛けもかなり影響してます、ね、なるほど。ただ東さんがうまかったですね、はい、カンチーソーは泣かずにスルーという場面がありました。スルーからのそれでもメンツで、はい、最後の3万を捉え切りましたね。見事な上がりです。東レンチャントン3局は4本場、ドラは初、東イーソーがアンコです。1メンツ、そして枠津はソーズで1メンツ見えます。両谷メンツなし。伊達は八尾中がやや多いドラ1出っちゃいましたね。これで今日のこの宅の勝ち頭は東さんの模様ですね、はい、現状そうですからね。東の日になるのか。阿久津さん痛恨だね今のはね、はい、伊達の仕掛けはさっきどうでした。そのイーソーから入っていきましたが、まあその、はい、受けに回るその回が多すぎて、はい、ちょっとこうなんだろう、抑止効果がある仕掛けだったじゃないですか、はい、怖く見せることができる、それだから発信したとこありますね。まあ仕上がれば高くなるケースもあったんで、はい、うん、まあまあいいかと思います。今ドラ重なりましたね、はい、大谷さん、ね、大谷が初を重ねてドラドラです。初は伊達が1枚、山に1枚、ジャンピン嬉しいな。東の一人気にただ本一ですね、伊達さんは。あ、東さんインシャンテン、シンプルにローピンか。そうですね、1が1のあんこが2つという形です。あ、順調、目いっぱいなら数層、ちょっとひねるなら3万かパーマンだけど、はい、大谷の選択はちょっとひねる。伊達はチュンがあんこになった。そうですね、本店には備えるけど、はい、ドラに頼ま、転配、あ、関数層やめて、関数層の役なし転配です。ドラ頼みにしないために、しごろの3色なんかを一応見るために数層きます。これでパーマンですね。しごろのイシャンテになりましたね、はい、うん、まあ、東さんは両面手代わりか、
縦でもいいですね、つもり3個になるんでね。はい、大谷さんどうするか、リャンカリャンメンならウーマン切り、どうするか、統一が4つ目、チートイツへのあれもあの含みもあるし、はい、一応イーシャンテン、トン切りで関連ピン、関ローピン、イーシャンテンには取れる。伊達の選択はイーピンツモ切り。イーピン切りか、リャンピンが逃げれっていうのが大きかったですか。なるほど。でもまあ、メンツで見るってことですね、はい、これはね。チートイツは捨てた形になる。うわー、ずーんこになった。まあ、裏目といえば裏目だし、いや、そうですね、はい。なんか柔軟ですよ、でもこの方が。あ、どうするかな。リャンマン、リャンマンとかになりそうだけど。ここでリャンマンになるか。そうですね。これはこっちの方がいいかと思いますね。東の関数層は山に1枚です。ワクサンイシャンテン。ただ数万チーテン入る。はい、魚谷が初ドラ3、ロー9層ですね。天敗9層は3枚切れ。切れだけど、まあドラ打って関数には絶対しないんでね、これは。後からこう短期変化を狙ってるという。はい、6球層1回テンパイ取りですか。あ、スーピン来た。どうする、ワクツは。どっち打つ、関羽層、関地層の選択。まあ今数層通ったんで関地層ですかね。関地層、うわー、積もりました。魚谷、はい、初ドラさんは23900の4本場。いや、見事なリカバーですね、はい、これは2400、4300。うん、きっちりした手順で、はい、自力でアンコにしたドラの初、うん、しっかり1003球決めましたね。町の変化も 見てのロー球層でしたが、球層の角という形でした。まあ、道中良かったですね、平たく打たなかったのがね、はい、そうですね、カンチーマンの天敗になるケースもあるし、はい、3万から打っていきました。そうですね、35568の形。さとに4局、ワクツの親番、ドラ数万です。レクメンツはありません。魚谷もレクメンツはない。当てはチュン、ドイツよもやのね、失点で、はい、あんなね、跳ね間上がったのに沈みの3着まで来ちゃってますからね。そうですね、賞賛元上がったは靴でしたが、またこの親も頑張んなきゃいけないかもしれないですね、はい、祖典を削られてしまっております。回戦最初の親番です。もう重なったね、東さん。東さんはもう割と逃げ切りたいけど、はい、うん、ただ一泣きはしなそうですね、東さんは。ドラ、伊達さんが今回はいいのか。吐くから、伊達さんも現状ラス目か。うん、せっかくね、はい、3回戦でトップ取ったんで、ここもなんとか踏ん張りたいですけどね。そうですね、うん、大谷さん選択、うーん、メンツないか、言いそうで単野方向にするのが自然ですかね、はい、あ、メンツできた、一つ目のメンツです。東、両面になった。相撲は順調、これで差し子とかも見れる。ああ、イーシャンテンになった。伊達は2つ目のメンツ。うわ、だけどここでチュンに手をかけました。1枚切れのチュンを打ちましたね。まあドラが1枚あることでね、はい、タイヤオにすれば勝負手になると、なりうるということですね、はい、これは打点見てますね。これなんか良さげに見えますね。なんか僕はできないですけど、 このチュン切りですね。あ、ドラ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 になった。チュンの問い落としも見せます。自敗しか切っていない伊達。あずまトンがアンコになった。アンコっていいシャンテン、バカゼのトン。ワクツさんは敗者は苦しいですね、はい、他が良くなってきてるだけに今回厳しくなりそうということで、アンパイそろそろ撤退を考えてるところですか。あ、3万から打った。白はね、アンパイでしたからね、はい、バニ2枚切れのね。ってことは結構そういう感じでやってるってことですね。自分が結構後手になりそうっていうのをかなり感じ取ってる可能性が高いですね。まあ実際その伊達さんのチュンの問い通しが一つこう目立ってるというのはあると思いますね、はい、まあ厄介の問い通しっていうのは大体リーチになることが多いので、はい、
リーチへの準備がまず一つあったということですね。これで両面両面、さあドラドラは固定、いいシャンテンです。伊達東さんも手広くなった数層打ちで、そうですね、はい、両冠両面にしますね。これは旬の統一落としはもう他の選手にも見えてるんで、はい、東さんはこれは両冠の方ならチー点取る可能性はありますかね。では今通った9万を手の中に、あ、靴仕掛けます。道系のところなんでこれはドラも使い切れるしちょっと動きやすい牌でしたけど、はい、ただまだまだレアンシャンテンと他にメンツができた。シャンテン、あ、レアンシャンテンか、まだ頭がないんですね。伊達さんは9番切って目いっぱい、はい、いいシャンテンが広くなる。うん、手広くはなったけどまだレアンシャンテン、先輩が入らない。伊達はこれはパーピンかスライド、ああ天敗だ。東が換算ピンの天敗、トンガンゴです。出上がり聞きます。あれマクスさんローピンチーしなかったね。ああ本当ですね。へー、大谷はいいシャンテン両面両冠、これはシンプルに両面両冠しますか。パーソーがね3枚切れたんで伊達天敗って、ここでリーチ。伊達さん天敗入った、いいスーピンです。いいスーピンドラドラだ。さあ東さんどこまで押すか。6万現物、3ピンあと1枚です。そしてワクスさんやっぱり受けだったんですね。ただ魚谷さんに注意点が入りますね。これは魚谷リャンウーピン、リャンウーピン、いやリャンウーピンの勝ちなんだ。ウーピンをここで掴んでしまった。伊達魚谷の上がり、タニヤオは1000点。これはなんかワクスさんもすごいこう意図的な部分がように、なるほど、どうしても見えてしまうな。ちょっと行かせないぞという、すごいな、ローピン泣かないところからね。はい、もうやっぱり後手だっていう意識が相当あったんでしょうね。やっぱりリーチ来たかっつって、そしたらもう1枚も無理しないけど、ただ本手なのがね、伊達さんが本手なのは旬のトヨト落としからも見えてるわけですね。ということで、できるだけさばいてもらいやすい牌を打ったら地位が入って脇決着と、はい、うん、さあ何曲です。ドラはウーピン、魚谷の親番、まずのメンツが一つ、イペコ、ワクツはチュンがアンコで、もう2面、3面ツ揃っています。イシャンテン、ジャントのない形。ただ東さん、はい、カンウーピンにできてれば自分の上がりが先だったんだね。そうですね、1選択がね、ウーピンで決着してるから、はい、カン3ピンに取っていました東です。で最後のナンバですね。はい、そうですね、4回戦やっているリーグ戦、本日最後のナンバー、魚谷が白を仕掛けます。連チャン狙いですか。裏が1枚ある手なんですね。まあ形が悪すぎるってことで、はい、打ち泣き自然に見えますね。さあ枠津は、ただ枠津さんが広いシャンテンです。かなり広い、あ、ただ小さちできてる、やんかん、はい、魚谷シャンテン、白に続いて寒地位層の地、伊達さん選択、伊達はちょっとまだ手の方向性がわからない、まあね、3と1、1通とか上の3色とかは見たい。ウーソーとかもあるか。ウーソーです。あー、ウーソーほぐした。この辺はやっぱり手役をちゃんと見てるんですね。手役の作り方はやっぱり分かってますよね、はい、魚谷、 A のポン、3点差変わらない仕掛け、あ、これはもう1枚も来させないぞってやつですね。なるほど、親がここで3風浪で時間を使って天敗に持ち込もうってことですね。実際その天敗に対しては手広いんでね、はい、もともと日給のイーシャンテンだったんで、まあ押し返しづらいんで早めに対応させようっていうことあると思いますね。なるほど、その上でそういう意味のペーポンなんですね。想図1枚も切ってないんで、はい、想図の本一にも見えるし、はい、で自身が想図の本一に行くパターンもあるんでね、はい、イースーソー生まれのドラ短期から、まあ、自敗短期とかね、うん、その自身の想図の渡りも込みでペーポンと、はい、ドラウーピン来てもよしと、うん、この辺は戦い慣れているというか、さすがの魚谷さんって感じですか。ワクツは前順パーソーをスッと、さあ今度はトンを引いてきた、
ああ、飛んでいく。行くでしょう、ただね。そうなんですよ、ね。行く場面。まあ、最終。ハンローピンの転廃。そうなんです。ポンズが余る。ペイのポン出しが3ピン。ピンズだったことで、はい、まだちょっと行きやすいと。まだというか、そうですね。ソーズの本一ではないでしょっていうのがあるってことですよね。で、今回、ソーズが余ってきました。次からは結構、打ちづらいですよ。なるほど。ソーズはね。はい、ハクとカンチーソー、そしてペイのポンを入れている。ただカンローピン自体は結構盲点ですね。こうされるとソーズの本一にちょっと見えなくもないですか、うん、はい、泣いて3ピン出しですが、まあ、4枚からね3層手出しされるとそういう効果ありますよね。ソーズ自敗はかなり打ちづらくなりますね、はい、そして伊達はいいシャンテンです。東左半分留意層気味ですが、あ、それ好きだね、鳥屋さん。左半分、そうですね、天敗です。あ、天敗だ。チーピンは仕掛けには無筋だけど、三層が最終手出しなら、うん、打ってもいいでしょう。実際当たり牌を重ねた形、はい、逆にこれでワックスさんの方が上がりやすそう。ローピンが1枚になりました。1枚だけになった、はい、イースーピン対カンローピン。いや、想像はだから打ちづらいんですよ。これでいいピンでもおかしくないかな。宝珠あるね。伊達がちょっと詰まってますか。ここで9ピン、一旦9ピン踏ん張ったね、これは。はい、急走は同じく打ちづらい。親の三フールを受けています。東さんはかなり中抜き気味。あ、関数ピンになった。ドラのピンだけはちょっと打ちづらいから関数ピンに変えた。関数ピンになると残りはあと1枚です。ローピンと数ピン1枚ずつの戦い、はい、1枚対決となりました。まあでもワックスさんはね、ローピン掴んでもね、はい、大丈夫だね。ああ、いいピン、痛い。あったんかーいと。いや、しかし、ウーピンは打てる牌ではない。まあね、確かにペーポンの時の3ピン手出しは気になりますね。うん、高いケースがやっぱドラのシャンポンとかがあるし、はい、実際、まあ短期もありえるし。ああ、数ピンなくなった。なくなりました。これでローピン1枚。大谷がサンフールを入れています。チーマン、無筋はもう結構嫌ですね。親に通っていない筋、そうですね、もういいピンで上がり逃したことと、はい、自身の今の関数ピンっていう待ちがほとんどもうこの手に価値を見出せなくなってるってことですね。ただ行きましたね。比較的、まあ、はい、チーマンは、まあ、ワンチャンスっていう理由があってまだ行ける範囲ではありましたか。マキ2人はもう降りてますね。チーマン、チーマンと。さあ、ワクツと親の魚谷が天敗を入れています。危なかったな。チーマンからやめるとすぐ復活し、3ピン打ちで復活してローピンの宝珠の未来がありましたからね。ああ、なるほど、うん、ありましたね。まあ、ただのタラレバですけどね、これはね。いや、そういうパターン、はい、あったっていうことですよね。これは通ってる、はい、草には3ピンは通ってなかったと。あとはまだローピンいますよね。はい、ローピンが1枚いるんです。ローピンがいた。1300オール、はい、各ドラ1の角は1300オール。大谷のペイのポンで場が一気に、そうですね、はい、警戒ムードになってローピンの角上がりとなりました。大谷さんのこう牽制の仕方がうまかったですね。意外とあのペイポン出ない人もいるんですよね、はい。まあ、両冠両面、形がもうこうだっていう固定概念にとらわれると、はい、意外とペーポンはあのペーのポンでみんな来れなくなるってことですね。しづらいんですけど、はい、はい、そうなんですよ。しづらくなる状況を作ることができると、はい、うん、さあ大谷、連チャンです。何一曲一本場ドラいいそう。伊達、ダビナンと初が取りつつドラドラで回る。ドラだ、はい、大チャンスだね。大チャンスの何一曲一本場ものにできるか。
ああ、もう丸見えですね。丸見え。ただぼかしも込みで自敗から打ちました。はい、あ、何ポンだ。なんダブナンのポンができた。それで3万からチュンにした。まあ、ドラドラだから困るか。本、はいはい、一であることは今隠して進行。まあそうですね。欲しい牌が総図ともう自敗に限定されてたんで。ダブナン初本一。マンズ余らせる価値はまあまあありますかこれはね。はい、言いそうで倍満。東さんに3層が待ってる、大谷さんにも E 層が待ってるけど、はい、E 層3層、まあ、E 層はドラだから打たれないにせよ、東さんの3層は結構危ないですよ。あー、これでも出る。ここで宝珠となった立ての上がり、ダブナン本一初ドラドラは12000は12300、伊達に打点のある上がりが出た。いや、早いですからね、これは2人ともね。いや、はい、さっきのね、ワクサのカンウソのね、宝珠とかも、ちょっとこう、早すぎて、はい、まだ情報がないまま、打たされてる感じなんですよね。まあ、この辺はね、伊達さんちょっと、はい、まあ、局面的にはついているというか、はい、うん、そういう部分ありますけど、これで浮きまで行きましたか。はい、何2局。逆に東さん沈みまで行っちゃったんだね。東が、はい、ここでマイナスの、もう目まぐるしいですね。だってこのハンチャンは最初は楠さんが抜けて、それを東さんがかわしてっていうハンチャンだったはずなのに、はい、かなり乱高下の激しいハンチャン、真逆になりましたね、並びがね。ただ2人ともまだ親が残ってるんでね、はい、まだどうなるか分かんないです。ワクツチュンがトイツ一メンツ、魚谷もピンズが一メンツある、伊達はドラのメンツ、まあ、親の落ちた魚谷さんはもう今日をまとめに行くと思いますね、はい、これはね。なるほど、そんなに別に打点はもう組んでいかないような感じ、はい、魚谷はもうまとめモード、うん、落とせるなら落としていきますよね、はい、そして伊達は加点のチャンスと考えていいですか。加点のチャンスというか、まあ加点したいですよね、はい、加点したいってことですね。まあ、今日すごい負けちゃってるんでまだね、はい、親番でどこまで返せるか。うん、あと1回親で上がれるだけで結構浮きキープできそうでもあるし、はい、まあいずれにせよこの親は頑張りたいですね。いや、そうですね。前局は伊達の速くて高いテンパイが上がりに結びつきました。引いてきたのは数層、目いっぱいペイですか。奥さんも打点は見えないけど、はい、まあ、これで2枚目のチューンは動きそう。大谷さんは4トイツで2メンツになった、はい、両方見るかな。リアンシャン点です。では白が3枚捨て牌に並んでしまった。これでメンツ手寄りになっていくかな、大谷さんは。大谷さんは一番メンターズができたか、はい、めちゃくちゃ速そうな人がいない分、はい、ちょっとチャンスですけど、ただ今ワクスさんにメンターズができて、よりチューンは仕掛けやすくなった。大谷さん選択 E マンで止まってるっていうのは E マンの安全度が高すぎるということで、安牌候補として持ちましたか。伊達さんはこれで目いっぱい関連ピンとウッパーソイシャンテン、どっちが残っても多分即利いきそうですけど、はい、ただパーソーが逃げれになった、ちょっと苦しいですね、ソーズのところ。大谷さんくっつきまで来たね。大谷さんが早いのか、結局大谷になるのか、あ、東さんもういいシャンテン伊達ができるか、東なのか。サイがイーシャンテンにはなってる。ワクツのチューンは1枚切れ。非常に浮き沈みの激しいこの4回戦。3万か。一応差し子とかがあるからちょっと間があるってことか。でも目いっぱいですね。はい。チューン。これで動くか。ワクツが仕掛けました、チューンのポン。これでイーシャンテンです。気になりますね、初は。3枚切れ安倍。あ、これでくっつきました、レアンソーテンパ入りましたね、はい、ただレアンソーは実はここにあんこ。魚谷がピ
金譜のテンパイを入れています。嘘、ドラ表示だけ丸々3枚いると、そんな状況。さあ伊達はチーピンを引いてきて考えます、うん、これはねウッパーソーの薄さ、はいはい、あとチーソーの危険度の高さで考えてますね。これはもうチーソージャン島にしちゃおうかってことですか。うん、はい、ウッパーソーがね薄くなければね、はい、そうなんですよね。まあこれで一応数ピンローピンたどれば単葉もつくっていうのもありましたね、はい、仕掛けも一応効く形。その手から伊達はイーシャンテン、魚谷はテンパイ、和屈もいいシャンテンです。これでテンパイ老9万、9万ヤンウーソーと老9万。和屈さんの初切りに反応してるってことか。まあそうですね、パーソーが今来た。いや痛いね、タイミング。いやどうする、どうしますか、つもぎりもありますか。切りだからね、はい、つもぎりが普通だけどね。これは実は老僧がまだまだ山にいるんです。あ、選んだのはチーピン。いやでもどうなんだろう、ね、はい、これ老僧引きありますよ伊達なんですけどね、はい、ここはちょっとブレてるかもしれん。経点は取らないんだ。取りません。取らないの、取りません。この両ピンにチーはしませんでした。伊達の選択は上がりを見ているということでしょうか。そういうことなのかね、はい、この3層ドラ筋です。あ、ここでさすがにやめた。でもなんでだろうね、老僧東のところにやってきた2枚目のドラ。和屈は老朽万のテンパイ、難しいなこれ。これ本当に難しい。大谷さんの3枚目の数万手出しだったんで、はい、カンチーマンもあり得る、うん、けどここは、はい、そうした。ターマン短期に変更しました。和屈チューンをポンしています。伊達ここで仕掛けます。粘るってこと、はい、チーソーのポンでダッパーソーってことか。これはこれでパーソーしかないですね。はい、パーソーいいシャンテンです。間に合うか伊達。東さんは急走トイトトシでちょっと手詰まで回ってましたけど、はい、これでいいシャンテン復活。打ちやすい牌なんかあるかな。和屈さんの今チーマンの手出し見ると9万はちょっと手がかけづらいけど、はい、あでも9万にしましたね。ここは9万になった。さっきまで当たりだった9万、和屈はパーマン短期に変えています。5万も来た、打たれた。さあ伊達テンパイできるか。あ、テンパった。3ピン勝負だねこれは。ここは関数層のテンパイ、単葉ドライチのテンパイです。粘れました伊達。しかもチーソーポンで大谷さんの上がり牌食い取ったもんね。あ、なるほど、うん、諦めずに、はい、ウーソー食い取りです。可能性にかけたことによって上がりを潰して自身もテンパった、はい、これが入ってこれは良かったんじゃないですか。立ち回り的には流局となりました、うん、伊達テンパイすることができました。いや、いい粘りでしたね。はい、伊達和屈大谷の3人テンパイ流局です。リアンピンの地位はせずになんとか上がりを見た選択でしたので、謝罪案件でした、ね、謝罪、藤島さんの謝罪案件、僕が悪かったです。僕が、はい、すいませんでした。謝るタイミングだったです。僕は経典を取っちゃってました。すいませんでした。いや、そんな悪いことなんですけど、私分かんないです。いや、あのね、ちょっとその、はい、パーソーをつもぎりしなかったことに違和感を感じたんで、はい、おっしゃってました。あんまりもう息がないのかなと思っちゃっただけで。さあ、何曲一本場ドラローピンです。伊達が連チャンしています。パーソーは一応東さんには通ってなかった牌でしたね。ごめんなさいね、はい、それもありましたね。和屈は総図が複合形になっています。大谷は初が統一。親の伊達はトンが統一。東ともちもちのトンです。いや、繋いだ親だからね、伊達さんなんとかしたいけど、はい、ああ大谷さん初あんこ、これは自在に動けるな。役牌のあんこができた。これは3万今一択になりそうだけど、そうですね、愚形から、まあ、ただそうか、カンリャンマンそのものも悪くないってことか。東さんトントンにした。そう、2枚目のトン、ってことは2枚目のトンどうするかちょっと見ものですね、はい、1枚目は動かなかった。
あ、ドラ引いたよ、その1枚。あれ、これはポンありますか、トン。次はポンですよ、だから、ドラ引いたから。ポンしても1500になっちゃいそうだから、ポンしなかったんですよね。はい、東の2枚目のトンはいつ出るでしょうか。あ、でもね、両面が3つか、はい。動かないのもありますよ、全然。スルーで、ピンフ、はい。伊達は役牌の統一を年をするタイプ。どっちで見てるか、はい、連チャンしたいならポンで多発選択するけど、はい、打点 見るなら絶対動かない。はい、どっちなんでしょうか。だから例えば A リーグとかだと瀬戸熊さんとか、はい、吉田忠とかは動かないトンですよね、例えばね、はい、さあ伊達は動くんでしょうか、楽しみです。4枚目の初動谷、まあ、ターのね、その選択に優劣がしっかりできてれば、はい、動く手もあるし、はい、優劣つかないんだったら動かないもある。まあ、ここでトントンももうありますけどね。ちなみに藤島さんはどっちのタイプですか。あ、伊達は切っていく。僕はどっちのタイプでもないです。どっちのタイプでもない。臨機応変型です。今2択でおっしゃってたと思った。いやいや、臨機応変型、あ、なるほど、臨機応変手配だけじゃないですね、はい、その状況。今例えば 32,100 点あるから、はい、日給が結構偉いんですよ。うーん、なるほど。なんで今の配信でもローソーを切って6ブロックにしてトンは動くみたいな感じにしそう、はい、で面前で1枚引いたらトントンみたいなバランスですね。はい、魚谷が初の暗冠を入れました。こちらですね、チーソーのジャントも固定しちゃいますね、はい、別にウッパーさがめちゃくちゃいいって思ってれば別ですけど、うん、先に切っちゃいますね。でトーン、はい、出た時に一応選択肢を残すようにしてます、しますね僕は。そうですね、日給算に結構偉い局面って思っちゃうな、これは。なるほど、それが、なるほど、偉い局面ですね。確かに伊達は 32,100 点、魚谷は初の暗冠を入れています。いや、すまない。この後伊達が2枚目のトン。あ、でもテンパ入ってた。はい、そうが縦に来て、サバロソのピンフテンパ入ってましたね。はい、ピンフ、1000は1300。あ、2000は2300。はい、2300、宝珠となってしまった。マクさん、パーソー残し、結構止まりましたね。入りのパーソーだったんで。あ、伊達は、高打点を見ての選択でしたが、枠つのピンクに捕まってしまった形で曲が進みます。南三曲、東の親番です。ドラは2ピン、東のハイパイ、あまり良くないと言っていいでしょうか。全然良くないですね、これはね。2面ターツもありませんでした。かなり苦しいところから枠つ、さあ八王中杯が多い、白統一、9入りますね。あ、右側にも7、8、9、10、11周、国士だ。これは国士やっちゃいますか。やりますか。ローソーから行く国士のね、リャンシャンテン、はい、ん、違う、リャンシャンテンか、ワクツ今 10周か、10周11杯ですか。10周11杯、はい、12、こちらです。2枚引けばいいのもね。はい、2枚引けばなんと32,000点。足らないのはトンシャー9万、トンシャー9万全部います。ちゃんといます。はい、現状トンシャー9万、9万2枚トンシャーが、トン3枚、シャー2枚かな。はい、枠つの国士無双成就できるか。早めに1枚引きたいね。そしたらね、はい、こっちの放送席もドキドキ、ね、あ、そうですね、これで9万、あ、あと1枚になった。さらに9万打たれる。東さんはちょっと良くなってきた、これは。はい、うん、引いてこない。うん、伊達さんがこれでイーシャンテン単葉含みなんで、E ピンでイーシャンテン取らずはありますね、はい、ちょっと E ピンいらないですかね。E ピン取りました、はい、うん、この辺はしっかりしてますね。チーソー嬉しい。これだと6チッパが狙える、はい、東も打点が狙える。東さんめちゃくちゃつも効いてる。あ、シャーが来た。シャー来ました、来ました、来ました。さあ、9万とトンね。はい、トン9万です。トン9万、はい、各社の手配を見ながら頭の中ではトン9万。いいシャンテンだけどあんまり嬉しくない牌か。急走を切っちゃってるってことですね。はい、しかしまあここは3ピンとしました。でもいいシャンテンにはするってことですね。
八尾中杯が余ってきた。伊達は三色が見えてくる。久しのイシャンテになりましたよ、はい、カンチーマンレアウーマン、カンチーマンはまだ山にある。チーマンは2枚いるね。伊達さんもチャンスだ。大谷さんは今回苦しいね、メンツがなし、はい、うん、結構もう受け選択になってきそう。これで目いっぱいか。伊達は両面両冠、うん、5枚引いても2差し。あー東さんかなり手形良くなった。どうするか選択。チーソーウーマンあたりが選択肢。急走は自分で切っています。ウーマンにした。はい、6チッパを、うんうん、これがいいかな。6チッパになる効率的には。ウーソーとローソーで6チッパになるもんね、はい、6チッパを追いかける東。天敗になるか。うわー、これはどうする。天敗なんですが、天敗だけどね、6チッパに本当はしたかったんだけど、一旦取りました。一旦取る。これだともう3色の復活はない。クッサンはなんか、はい、和屈のトンキューマンはまだ生きていますチーピンが、そうか、肝心のチーピンが2枚切れてるんですね、はい、これはだから6チッパになるにしても結構厳しい。あ、これも3色崩れた。チーマン3色崩してくるな今日のツモは。そうですね、今日はちょっとこれでテンパイ。あー、わずまのツモ、いや引いたよ、はい、700オール。これはチーピン、これラスハイのチーピンです。すごいね。ちょっと闇剣、つも上がりで連チャンです。東めちゃくちゃ大きいね。やわくつの国士無双もまだトンキューマン生きていました。そうですね、まだ生きにはあとちょっと必要か、はい、そうですね、まだ1100点足らない東です。南三局一本場ドラリャンマン、ご覧ください。東にドラドラチャンスです。まあシンプルに自敗でもいいですけど、急走パースを選択。はい、なんちゃの和屈別なし。あ、大谷さんいいな今回。2メンツ、いやこれはもうなんだろう、曲消化に従事しそうな手をもらいましたね。大谷さん曲消化に従事、確かに従事するような感覚ですね。すみません、なんか言い回しが悪かったです。いや何も、あの、せめてあの、ジムさん何もその従事する仕事がうまくいけばこうトップが転がり込んでくるようなイメージでちょっと喋ったんですけど、うん、一応今一人行きの状態まで来てるんですよね。はい、魚谷ですね。でドラが抜けてて、はい、タンヤオっていう全体手役がある。だから急所は仕掛けやすい状況ですね。ウーソーとかチーするんじゃないですか。ウーチーしてくっつき、はい、曲消化、これまた公式ルールではかなり大事な戦法だと思います。ね、はい、まあ公式ルールで大事なわけじゃないです、はい、あ、これはもうカンパワン払い、リアンシャンテ戻しつつ、はい、タイヤを狙うと。どのルールでも、はい、その自分がリードした時の終盤はそのままね、はい、そのいわゆる一局進めれば自分のトップが見えてくる、はい、一局近づくということですね、うん、はい、そういう意味で、まあでも公式ルールはそんなに順位点が大きくないから、うん、他のルールに比べたらそこまで局消化は重要じゃないことの方が多い。なるほど、うん、そうなんですね。そうです、はい、勉強になりました。これは本当にそうですよ、はい、別に局消化しなくていいルールではあります。逆に言うと、うん、その要は一局、はい、うん、その一局ずつの重みの方が大事なルールですよね。うん、そうですね、はい、うん、順位点より素点が割と大きい、はい、選択ですね、大谷さん、はい、いやーこれは贅沢な悩み、くっつきが広すぎる、はい、ちょっと何切る問題のような。うん、なんだろう、6巡目でピン図になりますか。そうですね、想図はこれは43から8までなんでね、両面が、はい、そうですね、最悪食い伸ばしのチーテンまで考えた場合はピンズ切りになりますね、はい、これで6球そのピンフンが組めるんで、はい、天敗です。うん、一見想像に手かかりそうでしたけど、はい、そうですね、ピンズ切りが一番というかほんのちょっとですけど、微差ですけど、うん、よかったように映ります。いや急走危ないよ、この急走、和屈の急走が、はい、右端で発射台なんでしょうか。
老僧、いやつもげられてもおかしくない、これ2枚いらない、いや伊達の宝珠になった、高めだ、タンヤオピン風2000は2300。いやー大谷さん見事な手組みでしたね、はい、カンパーワン払いからリサですけど効率重視でパーソーを入れて、はい、しっかりやめて演奏しておりました、展開をしっかり、はい、捕まえてオーラスです。9、4局枠角親番、地味にこう2000点の闇点2発打ったの痛いね、これね、いやそうですね、ドラは3万です、痛い、なんとか浮きで最後帰りたいけど3200条件、はい、枠角のハイパイは9万があんこです。で東さんは、まあ、1000点以外なら原点復帰、はい、3万点より何点追いかがで、親の枠さんラス目だからかなり強めに来るでしょう、はい、プラスになるには3万点以上、ね、まあ、ラス落ちの恐怖とかもあるからちょっと難しくなりそう、これはこの曲は、はい、大谷はメンツがありません、これで 1、2、3、まあでもまだ愚形が多いです、急所だらけなんで、はい、難しいけど、まあ、とまず目いっぱいと、チート3200で浮きと考えるとチートイになっていきそうですけどね、うん、ただねドラのないチートイツでね、はい、リーチするのは結構怖い局面かな、そのチートイツなどなど難しいね、今日どうや、はい、どういう感じでまとめたいかっていうのは人それぞれあるし、はい、うん、手がどうなるか、うん、まあ、メンツでは捨てれないよね、一応ね、メンツとメンツとチートイツ見ながらですかね、うん、ここは9ピン、東がちょっと早そうです、タンヤをドラが1個あるからね、はい、東さんは上がった時はね浮き覚悟だからね、はい、タンヤをドラ1ピンフドラ1、ラクスさんがそして結構遅そうな手なんだよな、リアンシャン点ではあるけど、はい、谷さんは今安牌を確保しましたか、安牌候補か、数万並べるつもりですね、なるほど、1、2、3になった時だけちょっと上がりいくけど、はい、それ以外に必要のない牌はもう処理先に切っておこうと、こちらです、そうですね、数万並べるということですね、す、いや伊達さんもメンツが1個来たことで難しくなりそう、東はイーシャンテン、あと東さん数ピンのチーテンとかは取る可能性はありますかね、はい、タンヤをドラ1でダンスを引いた、こういう形、ドラの3万が来 た、これでメンツ手か、うん、靴さんも難しい、ちょっとは靴、はい、苦しくな、苦しいですよね、ウォータには白が重なります、ハクはションパイか、はい、まだ山に2枚、パーピー痛いね、こうなると来る順番がかわいそう、これはロクスさんはね、シャンテンスはなかなか落としづらい状態にはなってるんでね、はい、ソースの愚形の部分にはちょっと手かけづらいですね、大谷数層はつもぎり、あ、これは伊達いいシャンテンです、これは来ましたよ、カンリャンマンとサブローピンのいいシャンテン、はい、東は天敗ですが役がありません、そうそう役なしか、一手代わりピン風、うん、まあ、ただ積もせんでね、はい、積もれば300、500でぴったり3万点ですね、あ、東はドラ1ですね、ドラ1ある、あ、ごめんなさい、はい、500戦です、あ、また間違えた、ここに来て今日俺トリアさんよりミスってるねいや、そんなやばいね、これはトリアよりミスのはやばいと思いますが、いやだけどさっき違う、はい、東さんが700オール引いた時、はい、一瞬よ47って言いそうになったの俺突っ込まなかったからね、見つかってましたか、魚谷さん選択、はい、しかし3ピンが握れ、これはなんか3ピン1ピンになりそうだけど、3、はい、管理ヤンピン払っていく、数ピンは隣、数ピン食い替えできたけどしない、しません、食い替えできたけどしなくてピンフになる、はい、さすがです、いい数層の転敗、これ一手代わり超勝負点になるね、あ、東さん、はい、3色までつくもんね、ただ現状の2000点も超嬉しい、東が2000点の天敗です、いい数層、こういる、そうでもない、場に結構切れてるか、4枚切れてる、
枠津がテンパりましたか。嘘、先制リーチ魚谷仕掛けます。C 点のバックだ。親弦切って、白が二枚山、はい、二枚山です。白がここに来る。だってこれは止められないか。いや、親弦来たことで止めれますか。だいぶもう一局あると思えば一枚もいかない選択になるかもしれない。伊達さんは逆にその急所の関連マンが残ってるっていうのは大きいですね。はい、魚谷は天敗続行。しかし言いそうになった東の上がり。ピンフドライチは2000点、東が浮きを確保して、うん、まあこれは第4局が終了です。ワックスさんが切ってた牌なんでね、はい、まあしょうがない。イースースライドしただけですから。はい、これはさあこれで、4回戦が終了しました。4回戦トップから魚谷、2着今上がりました東、そして3着伊達、4着枠津の並びで4回戦が終了しました。本日の対局は以上となります。はい、それでは、選手のインタビューを行いたいと思います。あ、伊達さんなんですね。はい、伊達有沙プロお疲れ様でした。さあまずそれではご自身で、あ、今マスクも取っていただいて、はい、あ、ごめんなさい、めっちゃ汗かいてるんですけど、あ、はい、すみません。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日の4回戦振り返ってまずはいかがでしょうか。ちょっと拾っていただいたかわからないんですけど、はい、一半チャン目のトン2局に大谷さんにペンチーピンの5200のドラドラ、はいはい、打った曲がつまみ間違えてしまって、あ、つまみ間違えな、まあそこだけなんかちょっと理にかなわない報酬だったんで、そこだけエラーだなというふうに拾ってましたけど、つまみ間違えたとは思いませんでした。なるほど。初、隣の安全牌の初を切ろうとしたら、はい、ありましたね。チーピンをつまんでて、で打った瞬間えって自分でもちょっとびっくりしてちょっと一瞬固まってしまって、ちょっとそこでちょっと落ち着こう落ち着こうって思ってたんですけど、ちょっとパニックになってしまって。なるほどね。で、まあ一半チャン目、はい、まあっていうのもあって、ちょっとだいぶ視野が狭いまま打っちゃってたかなっていう反省もあって、ちょっとそのなんかちょっと脳みそがいつもより全然使えずに一半チャン目打ってしまいました。なるほど。今日はかなり強敵3名を相手にという、そう、はい、座組でしたが、その辺はいかがでしょうか。いや、そうですね、本当すごい、今日のメンバーと、はい、特に厳しいなって思ってたんですけど、そうですね、女流王冠2連覇2名とプロクイーン、まあ、そして伊達さん自身も往来ではありますが、先輩の胸を借りるようなところはあったんでしょうか。なんだろうな、ちょっと今日はごめんなさい、ちょっと視野が狭くなっちゃってました。さあ藤島さんは、はい、伊達さん振り返っていかがでしょうか。まあ、はい、序盤にね、まあ、そのさっきのチーピンの打ち込みに関しては、まあこちら側では、あ、多分エラーだなっていうことは言ってはいました。まあそれ以外の報酬が別に そこまでその悪い質の報酬ではなかったので、あのチーピン報酬だけは気になってはいましたね。まあそういう理由があったことは今知りましたけど、まあそこにもしでもそのやっちゃった感があったら、ちょっとその精神的にね、そのブレる要素になっちゃうかもしれないとは思って見てたんで、まあ序盤そういう意味でも苦しかったとは思うんですけど、まあ後半それなりに立て直したようには見えました。なんかでき、いや本当にもう忘れて、もう後から後悔絶対しちゃうから、とにかく絶対今だけもう忘れて集中しようっていうことだけは思ってたんですけど、なんかごめんなさい、最後の一番最後とかも南三局、四半チャン目の南三局にドラが両ピンの局面で、自分が29000ちょっと持ちとかで、多分もうオーラスに向けて浮くために、魚谷さんから出たカンウーマンとかチーして高め三球のテンパイとか本当は取らなきゃいけないんだろうなと思ってたんですけど、なんかその2差し
単野を三色ドラのなんか高い手が見えてしまってちょっと甘えてしまって、はいはい、なんかそういうのもちゃんと終わらせるようにしなきゃいけないんだろうなってちょっと反省してました。はい、はい、では、本日の成績表出ますでしょうか。あ、見えております。はい、はい、今モニターには視聴者の方には今成績表が出たんですが、さあ本日マイナス 61.0 とちょっと14位になってしまいました。この結果を受けてはいかがでしょうか。これが一番負けちゃいました。あのプロ始まって、なるほど、節でって言ったらいいですか。はい、なんか今までで一番大きなマイナスを喫してしまったということですね。いやでももう切り替えるしかないですね。やっぱり相手が強いので切り替えてしっかり残留目指して、はい、残り4、5、6節、はい、7節までありました。プレーオフって、はい、あれどこからでしたっけ、まあ、ひとまずそのプレーオフ前までに、はい、しっかり、残留できるように頑張っていきます。はい、すいません、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。伊達ありさプロでした。はい、はい、まあ、プロ入って以来の一番大きなマイナスだったという話でした。そうですね、61で一番負けたってことはそれまであんまりそんなに負けてこなかったってことにもなるんで、ね、いやそうですね、はい、大きく負けるときはこういうことだっていう、まあ、一つ経験にもなったとは思うし、はい、うん、そうですね、まあ後半のこうまだ半分以上残ってるんでね、うん、巻き返しは期待したいですよね。はい、さあそれでは、続いてのインタビュー準備ができたようです。まあそうですね、はい、魚谷由美プロお疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ、まずはでは、はい、本日4戦振り返っていかがでしたでしょうか。はい、そうですね、なんか珍しく 1段目のリーチがいっぱい打ってて最初の方は、うん、はい、ちょっと3回戦もう少し我慢できた局面もあったかなっていう感じです。はい、はい、さあ藤島さん、今日魚谷さんはいかがでしたでしょうか。はい、いや全体的になんか、はい、順調ななんか上がりとか松本とか来て序盤を見させてもらって、まあそんな中今その我慢できたとこあったっていう場面で、ですね、3回戦の難2局、ワクスさんの仕掛けにドラのローピン打った場面ですね。あれワクスさんの仕掛けってどういう風に見えてました。ワクスさんの仕掛けはどっちかというと本一方面で、まあドラドラっていう手じゃないと思ったんで、まあ、ローピンのとかどっちかって、まあ、後々としたら短期か、若手さんにあまり当たると思ってなくて、そもそも。若手さんに当たるとしたら、ローピン早かったんで、まあ、66 の、 シャンポン系とかじゃなくて、78のローキューピンで当たるかなと思ったんですけど、はい、まあ、ローピン通った時に、リーチ打てる、次リーチ打とうと思ってたんで、次リーチなんですね。はい、メリット。うん、ポンされローピンポンとかされたらやめ、ああそういう一巡回しだったってこと。そうです、次リーチするってことですね。はい、まあそう縦置きだけはちょっと気にはなってたし、はい、前順のパーマン打つのにもちょっと躊躇してたように見えたん で、ね、はい、どのように見えてたのかなっていうのはちょっと気になったんですけど、あ、はい、まあ、じゃあ勝負手と判断したってことですね。次リーチっていうことですね。そうですね、はい、どっちかというと本一に見えてたって感じですね、若手さんの手は。なるほど。ただ4先切りの次トンだったんで、あ、はい、なんで、まあ、形が十分系かなってとりあえず思っていて、はい、4先切りかちょっと分かんないんですけど、うん、まあ、なんかリャンマントのシャンポンとかそういうのに当たらないだろうなと思ってたんですけど、うんうん、はい、リャンマントはノーチャンスだったんですけどっていう、なんかいろいろ考えて。なるほど、はい、まあ、なんかそのそこぐらいでした、そのはい、気になるな、ね、ドラの打ち込みぐらい、それ以外はもうなんかもう見てて、はい、まあなんか最近の大谷さんはこっちでこう解説しやすい感じでやってくれるんで、はい、まあそうですね、その曲だけですね、我慢できた曲の話は、はい、なるほど、はい、ちょっとまあ、そうですね、リャンマンがまあほぼ通る範囲だと思ったんでリャンマン打とうかなと思ったんですけど、うん、あ、数万がノーチャンスで2枚持ってるってこと、はい、ね、確かに確かに、はい、なんですけど打っちゃいました、ね、ちょっと我慢効かなかったと思います。なるほど、はい、はい、ではすいません、成績表、出ますでしょうか。はい、宇谷さん本日、はい、プラス 46.8 でトータル 101.4 ポイント、はい、はい、現在第2位という結果になりました。この、はい、はい、成績受けてはいかがでしょうか。
そうですね、一節から考えると上出来かなって感じなんですけど、まあ、まだ100ポイントだと全然得点に行けるかわからないポイントだと思うので、はい、あとあれ、あ、4節、あれ、今季から4プラス4節プラスプレーオフですか、それとも3節プラスプレーオフですか。今季からは7節って書いてあるんですけど、そうですね、今表には7節と書いてありますが、変わってないと思います。はい、7プラスプレーオフ、7プラス、プラス、はい、プレーオフとなっております。はい、では、今後の、はい、この4節以降と、はい、先のプレーオフなどに向けて、はい、はい、意気込みもしくはファンの方へのコメントありましたらお願いいたします。はい、そうですね、はい、ちょっと今、7節まであるってちょっと知っちゃったんですけど、まだ全然3節だと折り返しにも来てないので、まだ、ポイント的にもどうなのか分かんないので、まあ、まずは、呼吸しないようにして上目指せたら決定戦いきたいと思います。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。魚谷由美プロでした。はい、現状2位ですが、呼吸しないようにというすごく謙虚なお話でした。まあ、そこは思ってないんじゃないですか。はい、あ、思ってませんかね。はい、上見てやると思いますよ。はい、ということで、次回の、女流桜花の放送は第4節A卓の模様をお届けいたします。出場選手は中田かな、古谷智美、伊達有沙、杉浦真由の4名です。うん、あ、伊達さん連投なんですね。あ、そうですね、うん、連投になります。そして、実況は私鳥谷幸則、解説は和久津明が務めます。ぜひご覧いただきたいと思います。西島さん、今日は解説ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではまたお会いしたいと思います。本日はこのあたりで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。さよなら。